どうも、まほろです。フォトショップ塗り絵やっていきたいと思います。一応ね、前回ラブネコは終了ということになったんで、今回また新しい塗り絵の方をやっていきたいと思います。前回同様、またこの塗り絵ラボさん、このサイトから子供の塗り絵のアリスの塗り絵、これこう不思議の国のアリスの塗り絵があるんで、この中からこのシルエットのやつですね。このアリスの塗り絵っていうやつで、これ6個入ってんのかな ?6 種類入ってんのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9種類か。まあその中の一つのアリスの塗り絵06ってやつですね。今回やるのは。一応このシルエットだけと、あと、そのトランプのマーク、ハートに、クラブに、ダイヤに、スペードっていう感じで、まあ色とかもね、どういう感じの色かっていうのがわかりやすいから、ちょっとこれをやっていきたいと思います。まあ、これ、不思議の国のアリスってもう、ほとんどの人が知ってるからね。まあ、わかりやすくていいんじゃないかなと思います。シルエットなんで、このシルエットの中は、前回ちょっとできなかったグラデーションのその機能があるんですけど、それを使ってみて、やってみたいなと思います。まあ、やっていきますか。まあ、多少は慣れてきたんで、早くできるんじゃないかなとは思ってるけど、まあ、やってみないとわかんないけどね。で、まず、まあ、これほぼほぼ線がつながってるから、塗りつぶしにした方がいいかな。で、まずダイヤとハートが赤である。赤だけど真っ赤。どうすかな。真っ赤で塗ってみるか、とりあえず。おーい。いきなり線繋がってねえじゃんかよ。どっか切れてるな、これな。そういうことか。あ、そうそう。これ、最初読み込んだら背景になってるけど、この背景にしたまんまにしてる意味全くないみたいなことを、説明されてたんで、解除しますね。背景のままだと、その下にね、レイヤーを動かしたいとかもできないから、一応レイヤーの方にしたら、まあ、レイヤー追加した後、いろいろ動かせるっていう感じだから。まあ、ただこいつ、これに塗っていくんじゃなくて、新規ね。この土台となる方は、鍵はかけとこうか。もうこのレイヤー 塗り間違ったらもう終わるからね。とりあえずハートはダメやったな。ダイヤ。ダイヤの方はいけるか。ダイヤ。ちょっと後ろの影になってるのは、ちょっと濃いめの赤にしとく。影みたいな感じで、次に、スペードとクラブか。スペードはいけた。クラブもいけたと。で、こいつの影をちょっとグレーにしとくかな。あー、ここ切れてんのか。ここが切れてる。ここも切れてる。マジか。あー、ここも切れてんのか。じゃ、ちょっと切れてるところを塞いでいくか。まあ、ここね、この部分な。
この部分、あ、黒がいいよ。真っ黒にして、んで、ここと、あと切れてるところは、アートもどっか切れてたよね。全部にブワーっていってたから、あ、ここら辺かな。多分これでいける。んで、グリップを、こっちここが全部つながってるのかここが全部つながってるのか。あれ、まだつながってる？違う、これどこやつながってるの。ここか。ここで、よし、オッケー。これで上にハートの方、ハートの方も文字のとこで、文字のところでどこだ、切れてんの。ここか。オッケー。お、あー、ここか。思いっきり切れてんな。で、一応トランプのマークは OK で、あとはここら辺の細かいところも、で、これもハートになってるから、これも同じ統一しておいた方がいいだろうな。ここもハートになってて、ここダイヤか。これダイヤだね。ここどうしようかな。外側で、中をちょっと暗めのやつ、あ、逆に明るめにしとくか。明るめに入れてみようか。で、グラブとして、あ、切れてる。とりあえず分かる色をポンポンポンとしていこうか。シルクハットは黒だよな。色にして、ここは白がいい。で、王冠は黄色がいいかな。王冠は黄色にして、時計どうすかな。時計も結局懐中電灯、懐中電灯じゃねえ懐中時計みたいな感じの時計だ。だからこんな感じにしとくか。黄色って言ったら茶色っぽいのがいいかな。シルバーがいいか。シルバー
これこんな感じにしとくか。文字のところは、とりあえずこれでいっか。大まかなところはこれにして、でこれで一応、よし、とりあえずこのレイヤーはこれぐらいまでにしておいて、他文字は別に作るか。こいつ何しようかな。マークにするか。マーク。で、次文字を塗っていこう。これを文字と。文字何色がいいかな。これ文字は何、緑っぽいのがいいかな。グリーン系。アリスはピンクにするか。明るめのピンクにして、アリス、こんな感じでいいかな。アリス、インは黒にして、ワンダーランドは見てみますか。インは黒にして、あーでもこれ隣に黒があるからな。まあいっか。アリス、イン、ワンダーランド、文字だけにしてみようか。文字だけにしてみて、アリス、イン、ワンダーランド、こんな感じで、あ、悪くないか。ここら辺塗ってんのも全部ちょっと僕消しとくか。こっちの方は、こっちの方の、ここら辺は全部消して、こっち文字の方に、問題は縁取り何色でするかな。縁取りを、何色がいいかな。どうすっかな。白、
白だと白にする？あ、これ下地があるからちょっとわかりにくいけど、あー、白が無駄かな、全部。あ、あ、なんか漏れた漏れた。どこや、漏れた。どこで漏れた。サービスは問題ないか。サービスは問題ない。いいか、いいも問題ない。そうだ、ワンダーランドか。漏れたな。こうか。漏れてるな。まだ漏れてるな。あ、こっか。まだ燃えてる？マジか。まだ。ここか、ここかな。あれ、どこ、これ白じゃダメなのかな。黒じゃないとダメ。ダメって黒じゃないとダメなのかな。ここでもう二人だよね。あとはこうか。黒じゃないとダメなのか、多分。いや、うん、どうなんだろう。黒じゃないとダメなのか、作業忘れがあったのか、微妙なとこだね。でいい。で、文字はこれでいいか。最終的に背景は、なんか、他の写真かなんかのやつで合成しようと思ってるから、背景先につけた方が分かりやすいかな。ただまだ何を合成するかは決めてないから、まあ、塗っていくか、とりあえず。あとはこのシルエットだね。あとこのシルエット、とりあえずこれで、シルエットを自動選択ツールできるかな。
ああ、違う。違うの選択肢があった。これ、違うの選択肢があったよ。選択取りやったか。なんか違う。選択ツール。オブジェクト選択ツールどうよ。オブジェクト。オブジェクトの方でやる。あー、選択されてない。あれ？投げ縄マグネット。自動選択ツール使えんの？なんで？使えて良さそうなんだけどね。自動クイックリーってみようか。じゃあうわ、なんか余計なことなんだな。あれあれなんかここら辺使いにくいよな。なんか違うとこ選択されてるし。まあ、ザクッと。うわ。ここで変な風に行くんか。ちょっとちっちゃくするか。変なとこに行かないように小さく小さく。まあ後で微調するとしても、うわここでもうダメかよ。下げな気がしてきたわ。いや、マグネットツール確かに使いにくいっていうあれだって言われてたんだけど、なんかマグネットの方がいい、やりやすい。こういうシルエットとかどうなんだろうな。単純にクイックとか自動が使い慣れてないからかもしれんけど、投げ縄の方がいいんか。あそこら辺もちょっといろいろね練習していかんと。やっぱりでもなんだかんだで一番綺麗に切り取れるのに時間かかるけど、ペンツールが綺麗にはできるみたいなこと言ってたけど、ペンはもっと使いにくいというか慣れてないから。マグネット。あれ、最初どこいたこれ。最初はわからなくなった。最初はわからなくなったからちょっともう一回やり直したよ。いやこれ最初はわからなくなったら閉じれんからな。やっぱマウスするのちょっと厳しいのかな、こういうの。よいしょ。
し、オッケー。なんとか1個いけた。次はウサギの方だね。ウサギの方も、とりあえずまずハートのところのシルエット全部。よっしゃ、オッケー、これで、これで、マスクや。マスクにして、おぉ、綺麗に切れてるね。やっぱマグネットするのが使いやすいな。自動でペタペタ貼ってくれるしな。あと、ここの部分は切り抜いとくか。こんなもんかな。これで一応ウサギとアリスが シルエットが切れたね。オッケーオッケー。でこれで新規レイヤー、レイヤーマスクあり。よっしゃ、よっけー。で、これが、ウサギとアリスと。だからこれで、安定すると、で、グラデーションで塗りたいんだよ、ここよ。グラデーションで、グラデーションの、ピンク系がいいかな。うわぁ。違う違う、こいつじゃなくて文字になってるやん。文字、ん、なんかおかしいぞこれ。どういうこと？文字だよね。マー消して、文字消して、なんか書かれてるけど、なんや。あ、マスクしてるから別にいいか。ん？グラデーションするのどうやんだこれ。あ、これか。ここで選ぶんか。ピンク系の。何してるか。ラスタライズ、
ちょっと待って。なんかわからん。違うよ。これに塗りたいの。あれ、なんか違うな。なんかわからんぞ、これ。どういうこと、これ。ちょ、待てよ。一回消して、消した状態で、ここで、あ、新規で作って、スリーピングしとけばいいか。クリッピングしてこれに塗ればいいか。ね、塗られんじゃん。ん？ああ、白で塗ったんか、これ。白じゃなくてパターンでもなくて。あ、なんかグラデーション。やり方がちょっと違うんか。よし、パターンはパターンだよね。パターン。パターン、土にしたら土になる。え、塗られてねえな。どういうことやこれ。なんかよく、あ、塗られてた、塗られてた。あー、なんか石像化したみたいな感じになったな。まあ、ちょっとグラデーションのやり方がちょっといまいち曖昧だから、ちょっと調べてみるか。まあ、とりあえずちょっと今回はここまでにしときますか。まあ、でもこれ結構サクサク進んでるかな。これはこれでも良さそうな感じもせんでもないけど、まあとりあえずグラデーションやり方調べてきます。